どうもピヨキングです。今日はこのコースやっていきます。ハッピートロール。説明文にマイボードに失敗、久しぶりの投稿なのでまたガバがないか心配、かっこバグ使える人尊敬って書いてるんですよね。この方はバグなしトロールを作ってる人なんですけど、バグがなくても素晴らしいトロールコースを作ってる人なんですよ。一時期頻繁にこの方のコースやってたんですけど、いつの日か投稿がなくなってたんですよ。それがやっと帰ってきたみたいですね。寂しかったですよ僕。おかえり。でも絶対にガバを見つけてやるからだ。制作者に対して敵対心燃やすのやめろって。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.4%。 そんで途中から思っちゃったんやけど、めちゃめちゃ臭いのよ家の中が。もしかしてでかっ。なんちゃんめっちゃでかいうんち臭いんだって。めっちゃ臭いんだから、こん中僕が実況やっていけないの。後で撮るから一回やられたら撮ろうか。じゃあこのハネラブロックは何。はい、どうもこんにちは。何が降ってくる。だだだだだだ、待て待て待て、かこの隙間から開幕調査カード。トイレ掃除してきました。実況中にトイレ掃除するやつなんて絶対いると思うよ。じゃあこのハネラブロック、すいません食事中の方、僕の動画は下品なことあまり喋らないんですけど、我慢の限界でした。あの中実況していくなんて僕には無理な話でした。この茶色がピースイッチが切れてからジャンプすればいいだけの話さ。で無機物を出す。そしたら全てのブロックを壊してくれた。で上からか下からか2分の1じゃねえか。上から行く必要性が全く感じられないんだよな。ここ隠しブロックあるかだけ見てみようか。ここあっ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 。情けねえ、これ出すなって。あっあっあ、じゃねえんだよ。お前もだよ。あらちゃん、なんだお前。この煽り人もすごく怪しいんだよな。上からなんか降ってくるとしか思えないね。特に何もない。さっきの魚みたいにポポポポポって何か降ってきてくれてもよかったんだよ。ヨーヨーヨー、ボブちゃんよ、どっちのブロック壊すのよ。左のブロック壊しいの。フラワー見ながらレモンサワー、このフラワー取って右に進めますね。バカー、やめろー。あれ、ここまで全部シナリオ通りです僕の。さあこのハザブロック叩いてみる。このまま先に進めそうな気もするけど、叩いた瞬間すぐ右だ。火のついた亀のくせりゃ。コロナになってからテンションがおかしいって。まだ喉やっちまって、コロールコースだって。うわー、左押したのにゃ。いや、これ入れないのか。あー、はいはいはい、だからこのまま上に行くで合ってるんでしょう。さあこのまま上に、上に行きすぎ。いや、合ってると思うよ。ここに行く以外ないもんだ。で、なんか聞こえてる。ポコポコ言ってるけど、ふざけるな。どうやら分かっちまったようだ。ここは下に降りなければいいんだ。ここギリギリで回っておく。そしたらピースしかないが発動するんだろう。そしてジャンプで左上に行く。で、土管に入る。ルートは完璧だ。さあピースイッチを殴らってくれ。あの土管からも何も出てこない。バカか俺は。よっしゃ。危ねえ、また下に行っちまうところだった。で、中間ポイント1がでかい。上の派手な叩いていいのかい。叩かしてよ、叩か。うわダバダーじゃないんだよ。私ですね、よく薬やってるんですかとか、酔っ払ってるんですかとか、めちゃめちゃ言われるんですよ。シラフだからだ。どうだい、友達が隣でこんな風にゲームしてたら絶対に嫌だろ。でもそんな動画を見てくれてるそこの君たち、ありがとう。っていうかさ、これどこで落ちてくんの。叩いた瞬間右がこれだよ。し、さ、中間ポイント1ゲットだった。はいらんて、復帰した瞬間何か襲ってくる仕掛けなんです。じゃあここは何もしないでいい。そしてサンボをかわす。左のサンボがいなくなったら左を審判で問題ない。そしてすぐにサンボをかわしていく。で、なんだこの四角のブロックは。左は左はない、右は右もないか。気になる。なんだアイテムでやってくる。真面目にやれ。絶対ふざけてるって思われてるって。ならここはどうすればいいんだ。僕はいたって真面目にやってるからな。ここのコインコインは特に意味はない。じゃあこのメッテは、メッテ、このフラワー様。めちゃめちゃ早く取らなきゃいけないってか。あ、でもこっち進めそうだよ。実はフラワー取ることが不正解みたいな、そういうことはないよ。え、これ知りたいっけ。まずこのオンオフをしたら、なに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 これ。
面白いんじゃねえか。なるほど、このバネを使ってあの右身のガリガリに当たれっていう感じなんじゃない。いやこれむざいってもうやめろって、まるまる、そういうのなんて言うか知ってるか、バルハラって言うんだぞ。バネ、お前も邪魔してんじゃん。バルハラか、キャー、いけいけいけこれさ、もう運ゲーじゃん。マルハラとあのバルハラを回避していくなんてさ、しかも右に行けねえし、行ったとしてもさ、バルとバルバルが邪魔してくるし、いけー、死に耐久名人を舐めるな。しかもみんな気づいた、今の死に耐久別のルートが用意されてたんだよね。多分他からもあそこに来るように設定されてるとは思う。もうどっか土管にあるんじゃない。よし、進歩してみようか。土管はないで、バルしか出てこなかった。まあまあ魚は全然いいのよ。問題はここですよ。赤い土管か青の土管か、もう考えてもしょうがねえんだよな、こういうのって。矢印書いてるから赤い土管の方に行きますよと。絶対違うだろこっち。はいって書いてるのは大体違うんだよ。はい、 M ってなんだ、俺のことかまたここじゃんもういいってこれ、もうめちゃめちゃきついんだから本当にもうバレハラバレハラ邪魔してんじゃんって。バカバカ、あの死に耐久があるじゃん。あと1個ドアがあったからどっかから絶対来ると思うよ。なんだこのバレは、赤い土管の方に入れようったってそうはいかねえぞ。じゃあここは右の方から音符くれジャンプして土管に入っていこうなんて言ってんか分かんない。もうそっぱらそんで分かるかバグ使ってろ。何がバグ使ってる人尊敬しますですよ。自分もめちゃくちゃ使ってんじゃねえか。まあその分僕も楽しませていただいてますけど。でこれを叩くとバネが落ちてくる分かってんだよそんくらい。そう簡単に僕を騙せるなんて思うな。そして近くの枠か30コインか1コインか。うわ、どっち行こう。いや上行ってみようか、こっちが正解。何もないですわ。この近くの方行ってみようか。近くの方行ったらピースイッチが鳴って USA が取れちゃうんですね。でも僕動けませんけど。ちょ、なんかいろいろ来すぎだった。 USA を取ったらすぐに雲抜いてみようか。間に合うかな。ここで雲を抜くも抜けないわ、何もしてこないでボブちゃん。もう何もしてくんだよボブ。よし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 、この新悲劇。ここめちゃめちゃ苦戦してる。 USA 記録を残したいんだよな。じゃあ USA を取って上のツタに捕まる。でめちゃめちゃギリギリまで上に取ってみようか。そうするとクリボーちゃんもボブちゃんも来れないんでねえの。さあクリボーちゃんどっか行って、いや一旦抜いておこうか。抜いて投げる。そしてこの雲を使って、この靴いるのかな。靴履いてったらどうなる。あ、靴は無理か。いやチビになってしまったけどいい、この先大丈夫かな。大丈夫ないね、やっぱキノコなんだこの土管は。まださっきの新耐久か。なんか違う、あとはこういうタイプ面白いね、アウトじゃねえかこれ。でもこっち来れないから分かってんだよ。おお、シンプル。ならばここで靴を捨てる。で雲を抜いて土管に入る。これでキノコ状態のまま進めるということですね。さあ上に行きましょうか。そしてまたハテナブロックがある。叩いてもいい予感がしない。でも叩かなくちゃいけないと思う。そうだろ、下がそっちだ上から真下に鉄球が落ちてくるって思うじゃん。絶対そうだと思ったんだけどな。じゃあこの辺で大丈夫、ここだったら敵に当たんないよな。オーケーオーケー。あれ、ああここでボムを振ってくるんだね。そしてさあまだ振ってくんのか。一つ目のボム兵が爆発したらすぐ下に進む。であの近くの枠のところに行けんのか。上等じゃねえか。何が待ってるんだ。一生野獣とか来ると思ったのにゃえ、こっちこっちってまたさっきのやつだろ。もう見せなくていいって。美しいのは分かった、美しいの。いやでもさ、これ左にブロックあるね。こっち実は開きますみたいな。たぶんそうだよ。わあよっしゃこっちが進むべきところだったのか。ビビらせやがって。いやよく見たと思わない。結局ここじゃねえか。人をバカにするのも大概にせんか。中間はまだか。この先なんだろ。この先越えたら何かある、何もない。いや、あのハテナブロック叩いてみようか。下に落ちたらダメだもんな。こっちに何かあるとしか思えないで。ボムちゃん、やっぱりね、そっちに中間ポイントがあると思うか。ゴールじゃん、タル、ゴールとして。いやー
いや、やっぱりこの方の作るコースめちゃめちゃ面白いわ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、時間を稼げ。説明文にヒント、どうすれば毒キノコを遅くできるか考えるといいかも。これさ、毒キノコをかわすんじゃなくて毒キノコを遅くできるか考えなきゃいけないんだね。で、サムネを見る感じ、一マスの隙間の中にパウと毒キノコが交互に設置されてるんですよ。だから単純にパウを持って毒キノコを避けるだけのコースだと思うんだよね。そして制作者さんも見てくださいよ、外役練習って書いてるんだよね。外役なんて練習しなくていいからさ、開幕練習しないかい。するわけねえだろ。それじゃあやっていこうか。クリア率 0.35% で、これさ、クリア率が 0.35% って書いちゃうけど、そんなに難しそうに見えんくない？だって毒キノコをかわすだけだよ。まあ時間が問題になってくると思うんだけど、時間は300秒、たっぷりあるね。じゃあこのパワーブロックを持ちの毒キノコこっち来るよな。だからこの毒キノコを避けつつ、右の毒キノコも避けなきゃいけない。で、左の毒キノコもこっちに凍らせないように、いや来るの早くね。一番左らへんに置いてみる。この辺に置いて毒キノコを一番左にやったら毒キノコ消えるとか、そんなことはないよな。いや、でもいけそうじゃない？こっから右にダッシュする。そして、いやで、これもう一回繰り返せばいいんでしょ。一番左行って、ここ、いけ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 。1個目は全然いいんだよね。ただ2個目からさ、結構深くなってくるじゃん、奥が。それで戻るのが間に合わなくなってくるんだよな。だからこの毒キノコをどうかして送らせなきゃいけない。2つ置いてみようか、並べて、こういう風に。え、なにこれ、こんなの始めたんだけど、こんなん全然余裕でクリアしちゃおうぜ。まあイレギュラーかなあれ。まああれも一種の攻略法なんじゃないかな。意外とサクッとクリアしてしまいましたね。どうもありがとうございました。ちょっと待った、僕がやりたかったやつをマジで見てほしい。今のイレギュラーじゃなくてさ、ここにパワーブロックを置くじゃん。そして右のパワーブロックを持ちの左に行く。で、この辺にもパワーブロックを置くんだよね。そしたらさ、パワーブロック2つ分ジャンプする時間ができるじゃん。この隙間に右のパワーブロックを持ったら簡単にゴールができるっていう話なんじゃねえかな。行くよ、ほらほら。まあさっきはこれがやりたかったんですよ。それなのにイレギュラー。じゃあ次のコース行きます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ファイヤーバーの波が襲う101。サムネを見る感じだったら下からファイヤーバーが出てくるから、そのファイヤーバーを避けながら101をクリアしろっていうコースなんじゃないかな。いや、僕はね、たくさんの101をやってきましたけど、これは難しいんじゃないかな。ただその分すげえ面白そうだね。どんな感じなんだろうね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.77%。 そういや最近ね、101のコースがめちゃめちゃありふれてるんですよ。流行ってんのかな。だから101系のコース多めになるかもしれません。さあ始まった。おいおいおい。めちゃめちゃファイヤーバー多くないか。このファイヤーバーを避けていくことできるかな。アイテムは、アイテムがないの。いや、アイテムなかったらめちゃめちゃむずくないか。で、右に近くの枠があるじゃん、ここはアンチですみたいな。違うんかい。ならジャンプしながらかわしていけっていうコースだろうね。これジャンプでかわせる、めちゃめちゃ長くない。ここでジャンプ、意外といけちゃうんですね。で、ここでジャーン。やだっか。とりあえず一番高い位置の土管のところまで行こうか。3つ目のところは高かったような気がする。だからここですぐにジャーンプ。よしよしよし。で、この土管は入れるんだ、ショートカットできますみたいな。なんじゃそりゃ。いや、ショートカットの場所にさ、わざわざあんな大量のファイヤーマンなんて設置しなくていいじゃんか。いや、美しかったですよそりゃ。じゃあここはジャンプしてかわします。よく入ったなそこ。さあ4つ目の土管に来た。ここで一旦ファイヤーマンをかわそうか。で、下に落ちないようにする。で、こっから上は針があるわ。無理ゲーじゃん。6つこのコース、めちゃめちゃむずいよ。こっからかわせんのかな。ジャンプして、さっきビビって左に逃げちまったけど、ギリギリかわせる。こっからの高さだったらかわせるっていうことが分かった。これさ、アイテムマジでないのかな。あ、バタグバタグ。ちょっと、あー、この高さからかわせるっていうのが分かればそんなに難しくない。で、アイテムもないっていうのは分かった。この高さだ、いける。よしよしよし。で、次の一番高い場所はここ。いけるか。よし、もうゴール近いと思うよ。ここでジャンプしてかわしいの。次は階段だろ。いや、階段ちょっと遠いな。一旦ここでジャンプして避けて、これでいけるか。もう余裕なんだよ。ファイヤーバー届くんかい。思った以上に長かったね、このファイヤーバー。ならファイヤーバーが通り過ぎた後にここでジャンプしてゴール。いやー。
いやすげえ面白かったね、この1の1。どうもありがとうございました。